無理にプロフィールに載せてるの。始めます。行きましょう。小林さんってやっぱこう並んでてもめちゃくちゃちっちゃいじゃないですか。で、カメラマンさんがすごいなんか私が気にしてると思っていたんでしょうね。ちょっとなんかその光の問題なんですけど、小林さんちょっとこっち前に行って、2人で並んで撮ってる風みたいになってますけど、小林さん実際1メーター以上前に行って本当に私あのカメラマンさん一生忘れないですなんかそれで小林さん席取られていって、で個人のカットで私に2人目で個人のカット取りに行ったら、私何にも言ってないです、お願いしますって言っただけなんですけど、いや全然可愛いんで大丈夫です全然そう、えぇって思ったから、あ全然あのブスだと思ってないですよ一言言ってやりましたまずは皆さんに一言ずつご挨拶いただきます。野呂佳代さんお願いいたします。はい、皆さんちょっと私感動して今胸がドキドキしてます。今日はお暑いのに来てくださってありがとうございます。今ちょっと手こずってしまいましたさすが、すいません。皆さん映画いかがでしたか。すいません、ありがとうございます。なんか私が主演なんてちょっと夢にも思わずって感じだったんですけど、こうしてたくさんの人に今日満杯で見ていただけるっていうのは本当に生きてて幸せだなと思ったことです。今日はありがとうございます。3月ぐらいに撮ってて、まさかこうやって劇場で公開されて皆さんに見ていただけるとは思ってなかったので本当に幸せです。楽しんでくださってありがとうございます。今日もよろしくお願いします。久野飛鳥役やらせていただきました小林です。本当に夏もね終わりに向けてとてもたくさんのお祭りがある中、今日ここにちゃんと足を運んでくださって本当にありがとうございます。この映画秋葉原映画祭で公開された時はこうやって舞台の上にみんなと一緒に上がれなかったので、今日こうやって公開後の皆さんのお顔を見ることができて本当に幸せです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。佐野一馬です。ですね、初日、舞台挨拶にお越しいただき誠にありがとうございます。今回映画がですねハッピーメール、出会いを、大事にする映画だと思うんですけど、すごい私仕事なんですが、今日ですね、先ほど僕がこの世界に入るきっかけをくださった方と、出会いまして、久々にお会いしまして、いやなんか本当に一期一会ってあるんだなと、心から感じていました。ぜひ、ね、皆さんも感動にちょっと浸ってまして皆様の出会い、一瞬一瞬を大事にしていただけたら僕もすごい嬉しいなと思っております。本日よろしくお願いします。敦役の奥村修斗です。今日は皆さん来ていただいてありがとうございます。なんかちょっと固くなっちゃってますけど緊張しております。僕は、この役オーディションで選ばれたんですけども、そこから、撮影してこうやって公開まで来て、またその初日にこうやってここに入れるということが大変嬉しいなと思っています。本当に今日は来ていただいてありがとうございます。ルル役の吉田咲です。私はコスプレをして竹財さんと一緒のシーンに出たと思うのでちょっと分かりやすいかなと思います。初めての映画の出演でとても初めてのことだらけで、舞台挨拶も初めてなのですごく緊張しています。今日は最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。栗本美沙役の池田優子です。私も、この役は、オーディションで選んでいただいて、
台本をもらった時は本当に本当に嬉しかったのを覚えています。それから、劇場公開が決まったり、まさか自分が舞台挨拶に呼んでいただけるなんて夢にも思わなかったので、今日は本当にドキドキ緊張して、なんだかまだ夢なんじゃないかというような気持ちです。今日はよろしくお願いします。今僕はカナダのモントリオールにいて、ベーグルを買いに行こうかと電話かかってきて、おめでとうございます。映画館に来てくださってありがとう。お客さんの皆さん、すごく嬉しいです。今作が映画初主演となりました。公開を迎えたお気持ちはいかがですか？そうなんですね、映画初主演で、なんか私は女優になりたくて AKB に入ったんですけど、すごくもう苦節と言ってもいいぐらい 10年以上なんか女優の仕事に全然巡り合えなくて、ただやっぱこの役をいただいた時にとっても嬉しくって、でこうまあ一生懸命こう演じた中で、やっぱこれだけ皆さんが見に来てくれて、でしかもとっても宣伝をたくさんハッピーメールでしていただいて、で渋谷駅もあんなこんなことになっていて、でなんならグッズも作っていただけて、なんて幸せなんだと。でこのなんていうんですかね、このぎゅうぎゅうのぎゅうぎゅうではないけどいっぱいの席で埋まったっていうのは、とても私にとっては光栄なことで、すごく誇りに思う、人生で忘れられないことになりました。ありがとう。趣味に夢中の役柄でしたが、ご自身と何か重なる部分はありましたか？私はね、あんまりなんかこうすごい集中して全部やり遂げるっていうことがあんまりなくてですね、まあ、ジムにハマってみてもすぐ終わってしまいますし、なんかキックボクシングやってたんですけど、それは結構続いてたけど、まあ、挫折というか、なんかじゃあ理由をつけていかなくなったりとかなんかあんまりこうすごく続いてるものがなくて、なのでこの楓さんっていう人はやっぱりとってもなんかこう羨ましいなって思う部分がとてもあるのと、もうちょっとこう視野を広げてみたらっていう自分、今の野呂佳代の自分となんかいろいろ重ね合わせながらいろんな人物を見たような気がして、なんかとってもいい勉強になりましたね。はい、ちょっと合ってたか分かりませんけど、はい、ありがとうございます。では竹財さんにお聞きします。医者役でしたが難しかったことはありますか？難しかったこと、そうですね、医者はそうでもないんですけど、今回は歯医者のシーンがあったので、お医者さんって多分一番簡単な役なんですよ。白衣着てれば医者だし柄本明さんが言ってたんですけど白衣着てれば何やってもいいって医者はそんなに意識してなくて、今回は鉄道オタクということで、鉄道の勉強をするのがすごく楽しかったのもあるし、大変でしたね。はい、はい、ありがとうございます。相変わらずあっさりしてますね続いて小林さんにお聞きします。はい、秋葉原で多くの撮影が行われたそうですが、はい、秋葉原での撮影はいかがでしたか？そうですね、普段そこまでよく行く場所ではなかったのですごい新鮮でした。特に最後佐野さんと、ね、一緒にこうバーッと秋葉原の街中を走っていくところなんかはほとんどゲリラのような形で撮影をしていて、どこ行ってもいいよって言ってくださったので、とにかくいろんなところに行ってみたら監督途中で巻いちゃったっていうどこ行ってもいいよとは言われてなかったんですけどね、ずっと奥の方に行っていっちゃうっていう、面白くて本当にちっちゃな電池から大きな電池まである、もう本当に電気街だなって私は感動しながら秋葉原を眺めていました気づいたら監督いなくなってる、ね、そうそう、それが一番びっくりして監督がいないっていう。でもすごい秋葉原を満喫できる映画だったと思いますし、ね、全面でこう秋葉原を行った気持ちにもなれますよね、最後の方とか。はい、そんな感じです。そんな佐野さんにお聞きします。地下アイドルに夢中なそんな佐野さん一緒に佐野さんにお聞きします。地下アイドルに夢中な役柄でしたが、演じてみていかがでしたか？はい、ですね、僕もすごい好きなアーティストさんがいましてですね、やっぱりこう好きな
自分が憧れてる人を前に、なんていうんですかね、この太陽を見てるような眩しいようなあの感情っていうんですかね、すごい、熱い気持ちになっててもらえるんですけど、あ、どうでしたか。はい、近いのに夢中な役柄でしたから。あ、そこがすごい、はい、ごめんなさい。すぐすごいそこがリンクしてですね、実際アイドルの方たちが本当の普段やられてる方が出てたんですけど、そのエキストラさんで本当にファンの方たちが一緒に掛け声とか一緒にやってくださったんですけど、すごい丁寧にいろいろこう声をこう教えてもらって、それをこう真似してやったんですけど、一生懸命そこはカットされてました。はい、声出したんですけど、そこはじゃなかったみたいです。はい、ありがとうございます。出演者の皆さんにお聞きします。大変だったシーンはどこですか。野呂さんからお願いします。はい、奥村くんと一番最初にやったシーンというか、あれは私が一番初日、お互い初日だったんですよね、はい、撮影の時に、UDX という、まあ、私は AKB48 出身なんですが、まあ、よくいつも通っていたこのイルミネーションイルミネーションがわーってあるところなんですけど、なんかあるシーンで本当は演技をしてる最中にレイジが回るのかな、なんかザンって電気が消える時があるんですよ、消灯っていうんですかね。その時にちょうど演技をしてなきゃいけなかったんですけど、なんかいろんな不具合がたくさん重なってね、いろんな不具合があってもう全然手前で消えちゃったんですよね。だけどその時に、あ、消えちゃったと思って結構時間かかってて、撮影がで、なんかあとか思ってたんですけど、やっぱりプロの人だなと思ったのは、監督とか、カメラマンさんとかが、じゃあこのシーンはこうこうこうでこういう風にしようって言って、その場その場で変えて、とっても素敵なシーンに出来上がったんですね。でそれはなんかやっぱすごいなって純粋に感動したので、なんかいや、なんか辛かったのっていうことはちょっと消えてしまうぐらい素敵なシーンがありました。それはなんか私が振られちゃって、奥村さんがうわーってなんかこんな感じで歩いてやばいって全然バカにしてないからみたいな感じで歩いてた時に、なんかもうすごい、それディスってない、全然ディスってないです、本当に本当ごめんなさい、それは申し訳、そんなつもりはないです、本当なんか私がこうなんかすごい切ない顔して、なんかスーってカメラが多分遠のいていくみたいな、そのシーンが。まだディスるの。いや、それは自分、今自分の話で終わったんだけど、奥村さんもこう言ってるそうですね、みたいな、その時大変だったよね。はい、はい、ありがとうございます。竹内さん、お願いします。あ、僕ですか。はい、大変だったところ、そうですね、役柄に関してはルルちゃんと一緒のっていうか鉄道カフェのとこが僕はすごく大変で、結構早口で喋りたかったんですけど、噛み倒してしまったので大変でした。はい、ありがとうございます。はい、失礼しますね。小林さん、お願いします。はい、私はですね、食べるシーンがすごく多かったので、お昼ご飯の後のうどんのシーンがすごく大変でした。さっきご飯食べたのに、やっぱりうどんをすごく美味しそうに食べる、うん、そして何回も何回も食べるとやっぱりお腹はいっぱいになってくるんですね。だけどもやっぱりうどんは美味しそうに食べなきゃいけないというので、すごくこうできるだけお昼ご飯を食べないで、こうお腹を空かせて美味しく、本当に美味しくうどんを食べれたらなと思って、そのシーンはちょっと大変でしたね。あとバナナも同じようにお昼の後だったのでちょっと大変だったかなと思ってます。だけどうどんはすごい好きな方なので、美味しいうどんを食べれたのはいい思い出です。すごい美味しそうでしたよね。あ、美味しかったです。なんと稲庭うどん買いましたもん。なんかすすってるシーンがすっごい印象的で、しかも美しくて、それが、その監督がすごく美しく撮ってもらったので、感謝してます。私多分本当に勢いよく食べてたので、本当にこちらこそ感謝してます。すごい素敵なシーン、あのバナナ食べてるところの音、監督がやってるの知ってる。そうなんですか。アフレコ俺が行った時、監督がバナナ食ってて何してるんですかって、ちょっとバナナの音が足りなくてね。めちゃくちゃ裏話ですよ。それもこの後
井上監督に聞いてください。ちょっと今度なんかで見るときにはね、こうバナナの音は監督だと思う。私が食べてるのに監督の音が。二度面白いかもしれない。どっか多分監督のバナナの音足してあると思う。ありがとうございます。佐野さんお願いします。はい、大変だったっていうよりは、あの久しぶりの共演の方がいましてですね。あの10年ぶりぐらいに、そう、10年で足りるかな、十何年かぶりに、ちょっと2007年、ありがとうございます。ぶりにお会いしまして、その日 の本読みの日がですね、あの2人のシーンが多いんで2人本読みするっていう日だったんですけど、妙な緊張感と、めっちゃ緊張するんですよ。なんか変なこうその同窓会みたいな感じがありまして、そういうのが少しありましたね。あとそれとあとマヨネーズをキックするっていう、すごい美味しそうでした。いや、あの後マヨネーズ買いました。見事に進めていただいて、ね、はい、ありがとうございます。それくらいですかね。はい、ありがとうございます。奥村さんいかがですか。はい、僕、まあ、大変だったというか、まあ3シーンぐらいしか出ていなくてですね、まあ、見たら分かったと思うんですけど、まあ、そのシーンというよりは、まあ、さっき野呂さんもおっしゃってましたけど、いろいろとなんかトラブルがあるなというふうに思っていて、じゃあリハーサルして、じゃあもうそろそろ撮ろうかという時にカメラが壊れたんですよね。壊れてね。それで、まあ、1時間ぐらい待って、で結局、まあ、秋葉原という土地柄、まあ、新しいカメラを感動を、感動何十万したよみたいな買っていただいて、悪かったです。はい、っていうシーンが、シーンじゃないですね、そういうのが大変印象に残っています。あともう一つ、あの野呂さんが、野呂さんがじゃあ野呂さんばっかなんですけど、あの通路で撮影してたら、あのちょっと怒られましたよね。めっちゃ怒られたね。それを秋葉原で野呂さんが何かこう怒られてるところが、まあ、野呂さんに対して怒ってるわけじゃないんですけど、ね、それをちょっと肌から見てるのがなんか、本当ちょっとも言えない気持ちになりました。ごめんね。ちょうどね、あの私が昔 AKB の時に裏口で出入りしてた場所で怒られたんですよ。ちょうどやっぱもう10年手前通いました、あの道を。なのにめちゃくちゃ怒鳴られるっていう、あ、時は流れているんだなって感じで、なんかね、あんま映しちゃいけないかったとは聞いてないんですけど、なんかあのスタッフの方が、その所有のスタッフの方がちょっと勘違いされて怒鳴ってきてね、私はいたんだぞって言いたかったんですけど、ちょっと自信がなかったもんね。ごめんね、あの時は守れなくて。すいません、ね、秋葉原で守れなくて。かっこいいですね。秋葉原守れなくて。っていう感じで、じゃあ。はい、ありがとうございます。吉田さん、いかがですか。はい。秋葉原の街中で人がいっぱい通ってるところでの撮影があったんですけど、あの実際に本当にエキストラさんじゃなくて本当の撮ってる通行人の人に私がチラシを配るっていうシーンがあって、その時はこう本当のお店の人というかコスプレのお店の人だと思われて、こんな近くですごい写真パシャって撮って帰ったりとかされたのがちょっと大変だったなって思いました。はい、ありがとうございます。池田さん、いかがですか。はい、私は福田さん演じる先生とのシーンで、リンゴ飴を、こんな大きなリンゴ飴なんですけど、あの舐めないでちょっとエロくかじってくれっていう指示があったんですよ。これがすごく難しくて、かじるには思いっきりいかなきゃいけないんですけど、やっぱりそこちょっと可愛らしくエロさを出すには、あんまり大口を開けてはいけないっていうバランスと、さらにそれで先生のことが好きなんで結構ちょっかいかけていくんですけど、それに対して本当に結構な勢いでスルーされるんですよ。それがあのお芝居とはいえだいぶちょっと傷つきましたね。こんなにアピールしてるのに、
こんなリアクションされたらもうちょっと私この歯医者やめたいって思うからメンタルがやられるシーンでした。それは僕が大変だったってことですよね、はい、僕の存在が、ね、でもそう興味がないそうですよね、 もうね興味がミサちゃんにはなかったってことなので、まあ、そうですね、そういう声もあるんですよねって思いながら悲しい気持ちになりました。文句は井上監督に言ってくれて本当にありがとうございました。まあ、9月7日までですよね、やって、はい、までやっているんですけれども、まあ、今みんながこういった裏話だったりとかっていうのを思い出しながらもう一回見ていただけたら嬉しいなと思いますし、皆さんにとってこの映画が心に残るというか、なんかこうふっとこう思い出すような映画になったらすごく私たちは嬉しいなと思っています。本当に見に来てくださってありがとうございました。